続きましてここで本日ご卒業される皆様のためにお忙しい中駆けつけてくださいましたスペシャルゲストの方にご登壇いただきます皆様スクリーンをご覧ください口にしてはいけないことは大体たどしい世界を炎上させる正論可能,を可能にするより可能不可能だと思わない世界が認める天才 大事ななのは徹夜じゃない全てを忘れて取り合いず寝る「卒業生を送る美学」ツイッターフォロワー58万人22世紀の民主主義は25万部を超える大ヒットさらに数々の賞を受賞日本そして世界を巻き込む活躍が止まらない それではご登場いただきます成田祐介様です大きな拍手でお迎えください2000年前ぐらいに生きてた人があのこんなことを言ったことがあるらしいんですね 投げられた石にとって登っていくことがいいことでもないし落ちていくことが悪いことでもないこの言葉を記したのは2世紀ぐらいに生きていたローマ帝国皆さんもなんか歴史の教科書とかで聞いたことがあるあのローマ帝国ですねの皇帝をしていたマルクス・アウレリウスという人だったそうなんですこの人はローマ帝国の皇帝をしながら毎日自分の部屋にこもってですね 感じたたここととか考えたこととかか考えよくわからないポエムみたいなのをこう日記に書きつけてたらしいんですよでその中に書き記されていたのが先ほどの言葉なんですね落ちていくことが悪でもないし登っていくことが善でもないとで今日はこのささやかな謎めく言葉を皆さんに送れればなと思って出てまいりましたでただまあこんなことを突然言っても何の話だと何言ってんだこいつという感じだと思うんですね なのでここから先はちょっとその言葉に至る少し長い寄り道だと思っていただければと思います。でなんか自己紹介することもなく始めてしまったんですが成田と申します、えー、と何をしているのかよくわからない人間をしていまして時々暴言を吐いたりして世界中で炎上して怒られたりしている人間です。でちょっと考えてみたら今日卒業式ですよねあの僕卒業式ってものに出たことがほぼないってことに気づいたんですよ。 小学校の卒業式が出たんですがそれ以降朝起きることができなくて中学も高校も大学も大学院もどれも卒業式に行かずに何か寝過ごしてたってことに先気づいたんですよねだからこれがなんか僕の大学とか学校を卒業するっていうのに一番近い経験だということでなんかすごく今ちょっと緊張している次第ですしかもなんか今日の朝地球の裏側から飛行機で東京に着きまして ほとんど寝ずに来ているのでもう朦朧としていてろ列も回っていないということでちょっと意味不明なことをしゃべり出すかもしれないんですが、まあ、その時はまあ皆さんと僕の一,一期一会の一度きりの出会いはそんなものだったということで訳のわからないことを言ってるやつがいたなと、まあ、そんな感じでさらさらと流していただければと思いますちょっと緊張してるんで靴を脱いで裸足でしゃべろうかなうん でさらに言い忘れたことがありましたあのご卒業おめでとうございますそこから始めるべきですよね <laughs> なんで僕が拍手していただいているのかっていう感じなんですがご卒業おめでとうございますさっきのメッセージでもなんかみんなご卒業おめでとうございますって言ってたじゃないですかちょっとよくよく考えてみるとご卒業って何がおめでたいんですかね なすかこういうかえって卒業おめでたいっていう感じに演出するじゃないですかで大体何かみんなの未来は善と洋々で明るいぞっていう雰囲気を出してみんな送り出すわけですよねで卒業式とかっていうと大体なんかのゲストとか呼ばれてそれっぽいメッセージを伝えるようになってるんですよでなんか未来に向けてその人が成し遂げたこととかその人の成功とかについて語るとね でちょっとその裏には苦悩とか、ね、知られざる困難があった、まあ、だけどそこから勝ち取ってきたみたいな涙ぐましいメッセージを皆さんに伝えて未来に向けてなんかこうちょっと自己啓発っぽいですねエネルギーを皆さんに渡して帰っていく、まあ、こんなことがおなじみなんじゃないかと思うんですよで実際あのバンタンの卒業式に過去いらしてきたゲストの方とかを見てもですねあの誰もが知るプロレスラーの方とかあのキラキラ輝く経営者の方とかが来て。 そう熱いメッセージを語っていくというのが、いつものお決まりのパターンだと思うんですよね。ただ、まあ、ちょっと振り返ってみると、そういう成功者のメッセージみたいなのに。僕はうんざりしてるっていう部分もあるんですよね。なんか、あらゆるところに、そういうものが溢れかえってるじゃないですか。いろんなメディア見ても、イベント見ても、本を見ても。なんか、そういうビジネス啓発っぽいもの、自己啓発っぽいものに溢れていると。 ただ、お約束しますが、まあ、ほとんどの人間にとって人生はまあそんな大したものにはならないですから、ね、あの成功物語とか程遠いですね結構グダグダな人生が待ってると思うんですよ。まあ、自分の経験からそう言えると思ってます。さらに成功者って言われるような人もですねよくよく見てみるとそんな大したことない場合が多いと思うんですよ。ね、たまたまいい人とかあのいい組織と巡り合えたとか。 あるいは生まれながらにすごく特殊に恵まれた体を持ってたとかスタイルを持ってたとか頭脳を持ってた、まあ、そんな人ばっかりですよねさらにはたまたますごく伸びている業界があったりとかいきなり爆発する領域があったりしてそこにたまたま出会わせたというただただ運が良かった人っていうのも多いと思うんですよねでそういうたまたまうまくいった人っていうのを僕たちはこう祭り上げてですね でその過去の経験に基づいてそこから無理やり教訓を引き出したり、ね、未来に向けたメッセージを抽出しようと頑張りすぎる傾向がちょっとあるなっていう気が前からしてるんですよねでただ、まあ、成功した人っていうのは運がいい人なんでそういう人たちの経験とかその人たちの教訓っていうのは、まあ、結構偏っていて歪んでるものの場合が多いと思うんですよ、まあ、とてもデータとか,なんかエビデンスとは呼べないようなものの場合が多い そんなところから無理やり教訓とかを引き出して本当に未来に向かって役に立つのかなっていう気が正直しちゃうんですよね本当に大事なのはそういう成功者のメッセージを聞くことではないんじゃないかという気がしているんですでじゃあな何が大事なのか僕がもっと大事だなと思うのはうまくいくかどうか全くわからない、まあ、むしろ多分失敗するという中でも とりあえず無理やり足を踏み出してしまう意味不明な勇気というのをどう持つかということじゃないかと思うんです。というのはもう人間がいろいろやれることとか言えること考えられることの中ですでに僕たちが試してきて成功したものっていうのはもうごくごく一部ですよね。でその裏側にはまだ試されてない領域とか忘れられてしまったこととかあるいは、まあ、そこは何もないから行かない方がいいとか。 まあそこは地雷がたくさん埋まってる領域だから手をつけない方がいいと言われてるような領域がブワっとたくさん広がってると思うんですよ。で僕たちはその中で何の保証もなくもしかしたら足を突っ込んだら突然爆,発して爆破されて終わりかもしれないっていうような領域にとりあえず足を踏み出さなくちゃいけない、まあ、その時に実験をしてみる一歩足を踏み出してみる何の根拠もない勇気をどう持つかと、まあ、それが大事なんだと思うんですよね。 で特に、まあ、最近の社会ってこうコンプラ社会とかよく言われるじゃないですかルールとか倫理とかすごく厳しくなってるんですよでこのバンタンを卒業された方の中には例えばこうクリエイターになられてデザインやるとか動画やるみたいな方も多いですよね、まあ、大変な世の中で、まあ、ちょっとでも人を傷つけるような表現をしたり、ね、ちょっとでも倫理に戻るというようなことをやるといつとっつかまって袋叩きに遭うかわからない、まあ、すごい大変な社会になっちゃってるわけなんですよね でさらにこの中にはなんか会社とか組織とかを起業したり、あるいはそれを経営したりされる方もをたくさんいらっしゃるんだと思います、まあ、それはそれで大変ですよね、まあ、ちょっとでも厳しいことをやったら、ハラスメントだなんだって言って、告発されるかもしれないと、ねで、それからいろんなルールとか法律とかもたくさんあって、まあ、そういうものをしっかり守って、労働基準法もしっかり守って、ホワイトでクリーンな場所を作らないと、あっという間に誰かにお叱りを受ける、そういう社会になってるわけなんです。 そういう傾向が強まりすぎると、まあ、いかにして常識とかあるいはみんなが従っているようなこうルールっぽいものというのから、まあ、ちょっと逸脱して新しい方向を試すかやってはいけないやらない方がいいと言われているようなものにちょっと手を伸ばしてみたり言ってはいけないとか言わない方がいいと言われているものをとりあえず言ってみるというようなこう実験っぽい精神をどう持つかっていうのがとても大事になってくるんじゃないかなと思うんです。 そういうい成功するかどうかと全く関係がない、とりあえず、訳がわからないものを試してみるという精神、これをどう身につけるかということが一番大事なんじゃないかと思うんです。成功は一旦忘れた方がいいといとう記載しますじゃあ、どうすれば、うん、まだやられてないこと、やらない方がいいと人が思っているようなこととか、言わない方がいいと思っているようなことに手を伸ばせるんだろうか、人間はこうそのための方法を3つぐらい作り出してきたんじゃないかなっていう気がするんですよ。 でその3つというのが僕が幼児性異国性そして物質性という、まあ、ちょっと謎めくキーワードで、えー、まとめているものなんです一つ目の幼児性というのは幼児つまり子供であることとか子供になることというのを利用するという手なんですでこの聖書を一番よく表しているおとぎ話があるんですよねあの裸の王様っていうおとぎ話なんですよ 裸の王様っておとぎ話がどういう話かって知ってる方ってどれぐらいいらっしゃいますかほツ,ツ半分ぐらいこの「裸の王様」っていうのはもともとオリジナルのタイトルがあってそのタイトルは「王様の新しい服」っていうタイトルなんですよファッションに関わるお話なんですよねでそのファッションとか服が好きな王様がいたらしいんですでその王様をだまそうって言って詐欺師たちが寄ってくるんですよねでそののの詐欺師たちの殺し文句というのが面白くて 世にも珍しい透明の素材でできた服を開発したんだと言って寄ってくるんですよね。でそれで口八丁手八丁でうまく王様をですね思い込ませることに成功するんですよこ。ここにあるこれは確かに透明の素材でできた服だと。で王様は喜んでその透明の服というのを着てですね裸のまんまパレードに繰り出し始めるんですよね。 で王様は偉い人だからそうやって思い込まされてるのを見てると周りの人もちょっとそれをおだてなくちゃいけないのかなっていう気になってくるんですよねでその透明の服と称するものをみんなで見てあこれは美しい美しいと言ってみんなで同調し始めるんですよで王様はついにすっぱだかのままその透明な服を着てパレードを始めてしまうでそこに一人の子供がいたんですよねで子供はまだ大人の世界の共通了解を知りません、まあ、常識もない忖度しない というかそそもそもできなないわけなんですねでその素朴なナイーブな正直さを持って「あ王様が裸だ」と指をさしていってしまう、まあ、そんな物語なんですよね。でここに現れているのは「バカになれ」というメッセージ、まあ、そして「無知になれ」というメッセージなのかなと思います。つまり何かを発してしまって何が起きるのか全くわからない考える力さえない 常識もなく、バカで無知な子供だからこそ、言えてしまうこと、やれてしまうことがあるというメッセージが、ここにあるような気がします。同じようなことが、2つ目の異国性というものについても言えるんじゃないかと思います。異国の地、つまり、部外者だったり、アウトサイダーだったり、あるいは広い意味での外国人であるがゆえに、言うべきこと、やるべきことを一方的に言ってしまえるということです。 僕もちょっと外国人っぽいところがあって、なんか日本社会に半分属しているようで、属していないから好き勝手なことを言えるという側面がちょっとあるのかなという気がしてしますで。最近、皆さんも好きかもしれないガーシーさんとかっていう方いらっしゃいますよね、あの人も何をやってるのかわけがわからない感じになってますが、日本社会に属していないからこそ、タブー、芸能界のタブー、メディアのタブーみたいなものを無視して好き勝手なことを言える、まあ、それがいいのか悪いのか、賛否両論あるでしょう。 まあただ外に属しているからこそ何か言えるという側面があると思うんですね。でこういう形で子どもになったりあるいは部外者になることによってその社会に外側から圧力をかけていくということが人間ができることの2つのアプローチなのかなと思います。ただ、まあ、ちょっと考えてみるとこの幼児性とか異国性というアプローチは突き詰めるとダメなんじゃないかという気もしてくるんです。なぜかとというここの2つのつれまでお話した方法は 所詮外側から社会を変えよようとすするアプローチですよねどちらもその社会に属していないちょっとアウトサイダーだからこそそこにテコテコテコと出かけていってなんかピンポンダッシュかなんかのいたずらをして悪感べえと言って去っていけるそういう部分があるわけですよく言えば外圧でも悪く言えばただのヤジを飛ばしているやじ馬とあまり変わらないですよね。 本当に大事なのは、その社会の内側からその社会を変えるような変化を、インサイダー自身がどう作り出していくかということではないかと思うんです。で内側から変化を作り出すという上で大事になるだろうと思うのが、最後のキーワードである物質性と呼ばれるものです。物資の心ですね。この物質性というものを表すエピソードというものが、歴史上にいくつかあります。 そのうちの一つが、日本の第二次大戦後の復興にまつわるエピソードなんですね。ちょっと大昔の第二次大戦直後に戻ると、日本は東京は結構焼け野原になっていて、GHQ という組織に占領されたっていうのが有名な話ですよねで。特にそれまで日本経済を牛耳っていた大企業の経営者たちとかってのはバーっと追放される、で財閥企業っていう一番大きな企業たちも解体させられることになったんですよね。 でその時にその財閥の一角を握っていた渋沢財閥で財閥があったそうなんですでその財閥はそのトップが当時大蔵大臣をやったりしていたこともあって GHQ からあるこう人参をぶら下げられたそうなんですね密を提示されたででそれは自分たちに協力してくれたらお前たちだけは、ね、財閥解体を免除してやってもいいぞという特権を与えられたそうなんですよでとても面白いのは当時のその渋沢財閥というのが その特権を拒否したという話なんですつまり解体しなくていいと言われたのに自ら解体される道を選んだそうなんですねその決断を当時の財閥のトップは「ニコボツ」という合言葉で表現していますニコボツというのはニコニコ笑いながら没落しようというメッセージですここにあるのはいわば社会とか経済を次のステージに持っていくために 自自分たち自身を解体してしてまうやってはいけないこととか言ってはいけないことを言うどころではないむしろそれに手をつけたら自分自身が解体されてしまう自分自身が返り血を浴びてしまうそして自分たちが死んでしまうかもしれないというような危険を積極的に引き受けるとそれによって世の中自体を次のステージに持っていくというそんな精神がここに表れているんじゃないかなという気がします。 そう考えていくと、僕たちが本当に参考にすべき、そして尊敬すべき存在というのは、いわゆる分かりやすい成功者ではないんじゃないかなという気がしてくるんですね。成功の上に成功を積み重ねていって、自分を高めていくような存在というよりは、むしろ自分たちの成功や経験というのを積極的に破壊できるような存在、自分たちが成し遂げてきたことというのが、もしかしたら何の意味もないのかもしれない、それどころか世の中にとって害でさえあるのかもしれないと。 いう意識を持って自分たち自身を解体していけるような存在まあ、そういう存在こそが世の中を内側から変えていくために最も大事な存在なのではないかという気がしている次第なんですこれが一番最初に紹介して多分皆さんのほとんどがもう忘れてしまっている言葉に返ってくるんですね投げられた石にとって登っていくことがいいことでもなければ落ちていくことが悪いことでもない 今こうバンタンを卒業して世の中に出ていこうとされている皆さんは、まさに投げられた思だと思うんですこれから皆さんは何か登っているのか落ちているのかよくわからないような状態、うまくいっているのかいっていないのかわからないような状態、成功に向かっているのか、ただぐずぐず停滞しているだけなのかわからないような状態、まあ、そんな時間をすごく長く過ごすことになると思うんですね。自分ももそそううですすし誰もがそうなんだと思います でただそこで何か諦めたり判断したりしないでいただきたいという気がしますむしろ何がいいことで何が悪いことなのか分からないような状態に耐えることこそが生きることなのではないかなという気がしてそしてもしどこかで周りの人たちが成功だと見なすようなものをもし皆さんが成し遂げたとしたらそこから積極的に没落することが大事なのではないかなという気がしています ニコニコと自分自身が作り上げてしまった成功とかプライド、まあ、それをどう破壊して積極的に没落していけるか、まあ、それが大事なんだろうと思いますで僕自身も、まあ、そんな精神を体現するために、まあ、どうにか暴言を吐いて炎上のしすぎで全ての仕事を失うという状態をですね毎日想像するようにしてるんですよねで全ての仕事を失って、まあ、最近は飲み,飲みすぎでですねちょっとほぼあ飲み食いのすぎで一文無しになりそうな状態なんですよ 酒癖が悪すぎるためにさらには痛風の発作まで出てきましてあの歩くことさえままならないという状態になっていることが多いんですねでもうそうすると仕事もない、えー、家の外に出歩くこともできないと、まあ、そんな状態になるかもしれないと、まあ、そんなふうに没落した時のために、まあ、最近あ手打ちそばの修行を自宅で始めましてすべ、えー、てを失った時にはそばでも打ちながら人生を過ごそうと思っているところです、まあ、ですので皆さんもぜひ一緒にニコニコと没落していただいて すべてを失ったときには、僕の手打ちそばを食べに来ていただきたいなと思っている次第です。お伝えしたかったのは、成功するより没落しようと、にこにこと没落しようというメッセージです。まあ、意味不明なおっさんのざれ言と思われたかもしれませんが、そう思っていただけたら本望です。改めてご卒業おめでとうございました。 成田雄介様でした。ありがとうございました。もう一度大きな拍手で、お迎えください。お送りください。ありがとうございます。えー、心に響くメッセージ。